ゴーゴー。こんにちは、タッチャニです。いつものキャンピングカータッチャニんちのトムさんからお届けしております。今回はダウンヒルシリーズの第2戦が行われる九州は熊本県に向かってます。1187キロ、14時間54分、1187キロ、頑張ります。いや遠いな。もちろん高速道路で行くんですけど、高速道路のレギュラーガソリン200円、やばい、いくらかかるんだろう。まあでもしょうがないですね。というわけで関門橋までやってきて九州上陸。5月18日にオーストラリアのケアンズで行われるマスターズ世界選手権、その前に参加する最後のレースです。ダウンヒルシリーズ高知県大会の反省を生かした新しいセットアップのバイクでうまく走ることができるのか。でもこのレースの終了後、とんでもない事実が判明してしまいます。タッチャニ来て。それは一体何だったのか、最後まで楽しみに見ていただけたら嬉しいです。時刻は8時を参りまして、県内プレゼンツダウンヒルシリーズ、この後8時15分より。ライセンスコントロールとなりますので、ライセンス関係、そしておはようございます。おはようございます。場所があるんですけども、朝ごはん、レースの朝、レースじゃないか、予選の朝、思想の朝はね、ちょっと軽めに行きます。赤だしのお味噌汁、こう乗ったん。先週スラパで乗りました。こう乗ったん。いいね。じゃあいいね。またがっていい。あ、そう。またがってみます。あ、大きい。あ、悔しい。いいな。こいのぼり。マイモに狙いすぎた、攻め。さて、それじゃあ一本目行ってみましょうか。よいしょ。なるほど。1、2、3、4、5、先しちゃっていい？5枚目、6枚目、
届くようになった。うわあ。はい、こうかな。なんかですね、前輪フロントタイヤの接地感がない感じがして、少しこうはらむんですよね。ちょっと納得いかないんですよ。なんかもっとこうガシッと地面を捉えて曲がってくれてほしいんですけどね。というわけで、サスペンションめちゃめちゃ専門家の竹坊チューンバイクワークス竹坊に相談してみたら、フロントフォークのリバウンドを少し開けてもっと早く戻すといいんじゃないかということで試してみたらいい感じになりました。竹坊、いつもありがとうございます。スポーツクラス残るは3名、溝氏の将村山智樹、そして鶴谷純一郎と続きます。さあ、今日の最後の走り、いよいよ予選に向かいます。まあ今日いろいろ練習してきたことを結果としてタイムに現れることになるんですけど、さあどうでしょうかね。うまくいくといいな。おお、やば、チェーン切れた。生田優雅選手、スタート直後に2こぎぐらいでチェーンが切れてしまいました。予選とはいえ悔しいですね。13スタート、次16、お願いします。10秒前。さあ予選、一足アップ、5速アップ、こいで、ここな、ここな、ケツ、よっ、よし、これでいい、これでいい、よし、フロント滑らした。フィニッシュは立ち正く1分02秒492、1分02秒492でフィニッシュは立ち正く。あれれ、1分フラットのつもりで走ってたんですけど2秒ですか。コーチの時と変わらず自分の感覚よりタイムが2秒悪いんですよね。竹坊のアドバイスでフロントのセッティングだいぶ良くなったと思うんですけど、実はねまだちょっとなんかこう外回っちゃうんですよね。曲がってくんない、踏ん張ってくんない感じがあって。で、竹坊はね明日朝一でボトムケースのメンテナンスやるって言ってくれたので任せてみようと思います。俺ここで1個シフトアップするんで、さっきはでもなんか5枚でスタートした方がいいかもしれない。なこれね、でもまあと届くよね。見た目の問題か。去年俺でこうだろ、でバフンと倒し込んで足出してイメージここをガフっていって起こして、これ起こせればいいんだよな。これ内側通ります。僕はね、でもそれで多分さっき減速しすぎたんだよな。ここ入れましたね。でここで起こしてもう漕ぎ始めたかったんですけど漕げなかった。重かったのかな、ギアが。ここそ足出すべき。ここはやっぱ上からだな。マウンテンバイク？マウンテンバイク昔なかったんだよ。だから俺レース始めたの26。なかったんだよマウンテンバイクが。今何歳だ？今58。58。うん。お父さんより上かもよ。何年間だな？32年。
ご飯。あ、いただきますよ。消化道、お箸がないんですけど、またいただきます。踏み上がってるな、すごい。いきますよ。これがボックスやで。あ、全然違う。肝とは全然違う。もう見るだけで全然違う。自転車に乗るタケボ。全然違う。ボックスは最高ですよ。バッチリです。ありがとうございます。さあ、1本目。フォークを触ってもらって、どうかな。おお、フロントフォークの接地感が。もう1クリック入れだけテストして、ここに戻すかどうか決める。うん、じゃあ結局2戻しね、今。最初の、まだやってみる。今のかこっちかって感じ。もうちょっとかなぐらいな感じ。多分、さっきのでもう全然いけるけど、ちょっと欲を書いてみる。リバウンドの足の手はよかった。よい、全然いい。ありがとう。てか、グリップ全然上がった。1,2,3 おお、空転したよ。さあ、6枚目でスタート。5 4、ダメじゃないんだけどな。ダメじゃないけど良くない。スポールのエナジードリンク。13時13分、帝国スタートはキッズハイクラスから本川順平。TAC 久山、まもなくスタートです。大興奮のキッズミッドクラスが明けまして、始まりましたが、キッズハイクラス小学校5、6年生がエントリー。まず、できます。これまたどうなんだ、いけるのか。今フィニッシュ10秒前。28スタート、次16。さあ、お願いします。
うん。10秒前。さあ、決勝。一足アップ。もう一足アップ。3秒かよ。立ち合いの一歩を切って暫定4位でフィニッシュです。全然ダメじゃん。なんとなんとエリートクラス最後からの一人ブービーでした。なんかなもうちょっと早く走ってる感覚あるんだけどな。というわけで改めて竹坊にサスペンションのセッティング立ち合いに間違えてんじゃないかって相談をしてみたわけですよ。まあ、当たり前ですけど竹坊もこの世界戦寸前にねサスペンションのセッティングを大きく変えるべきじゃないって言ってくれて、そうだよなーって思ってたんですけど、竹坊がアドバイスしてくれるセッティングで立ち合いが走れないのはなんでなんだろうっていう疑問がずっとあったんですよね。そしてその原因が今回お話ししてて分かりました。昼ご飯結局飯食わんままレースが終わっちゃいました。竹坊と話をしていて分かった根本的な問題の原因、実はですね、はい、サグ立ち合いに間違えてました。あれだけ偉そうに今までの動画でサグ大事だよサグ大事だよって言ってたんですけど、めっちゃ間違えてました。竹坊が言うには立ち合いにはフロントフォークのサグは 15% で取らなきゃダメだよなんですよ。15% の方で取るのはワールドカップのライダーとか日本のトップライダーだと思ってたんです。だから立ち合いには説明書に載ってる柔らかい方の 20% で取ってたんですよサグを。だからそこの数値が根本的にずれたまま竹坊と話をしてたので、竹坊はトークンエアボリュームスペーサー3個でいけるって言ってくれるのに、やろうとすると4個入れないと怖いみたいなことが起こってました。なので立ち合いに 15% で取り直します。もう世界戦の寸前ですけど、やらんと走れもんね。ズボって入る感触がない。そこでこう回っててもサスがずーって入っていく感覚がなくて、うん、回り回るね、回るグリップするし、グリップ感変わる。うん、トークも一応3つにしてみてる。トーク3つでグリップ感も上がる。うん、上がってるね。うん、本当だね。あ、全然いいね。うん、ね、いいですね。良さそうな気がする。まあ、今まで、今日ここまでに比べたらね。ただね、このまま1週間どこも走らずに悶々としてるのも辛いので、この帰り道みっちゃんがあることを提案してくれました。みっちゃんその日夕方から仕事なんだけど午前中だけやってもいいよっていうことで、なんとなんとなんと帰りにエストレイルに寄ります。世界選手権に出発するまでにどこかを走れるのはあと1週間1回しかありません。タチアにこの1週間で新しいセットアップをものにして世界選手権にしっかりとチャレンジすることができるのか、悔いが残らない走りをすることができるのか、次回の動画も楽しみにしていただけたら嬉しいです。これからもタチアにが60歳で世界一になったり、その先も世界に挑戦していくために毎日取り組んでいること動画にしていきます。
ぜひチャンネルを登録してその先を見届けてください。いつも温かいコメントとか高評価ボタンとか大変励みになっております。ありがとうございます。またお目にかかりましょう。タチアニでした。バイバーイ。